パーン。もう少しだけいいよね。抵抗ペンギン。朝が苦手な人必見。誰でも秒速で起きられる方法がすごすぎた。おい、パンダまた遅刻か。来てないということはそうだな。あいつ連日寝坊しやがって。もう許さん。ペンギン、パンダを起こしに行ってこい。なんで俺が。あいつがいてもいなくても仕事の進みは変わらないだろう。いいから行け。上司命令だ。はあ、仕方がない。人に起こしてもらう。パンダ、入るぞ。ん？やった、万馬券だ。気持ちよさそうに寝やがって。ペチペチ。どうしてここに？お前を起こしに来たんだよ。さっさと会社に行くぞ。そう、それいいね。じゃあ明日もよろしくね。寝るの。それに明日からは自分で起きろ。こいつ。起きる気が全くないな。わざわざ起こしに来たくないか。これからも寝坊されたら上司が騒いでめんどくさいだろうな。起こしに来るしかないのか。頼んだよペンギン。寝言で重ねて頼んでくるな。大量の目覚まし時計。翌日。ふぅ、これでよしと。もうすぐ全ての目覚まし時計が鳴る。ムカつくくらいの爆睡状態だが、さすがに起きるだろう。うるさい。パン。何？パン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 。そこまで体動かしてなぜ起きない？変わった目覚まし時計。また翌日。量がダメなら質で勝負だ。計算問題を10問解かないと止まらない目覚ましアプリ。これなら叩くだけでは意味がないからな。パン。起きて止めるしかないぞ。1+1は、お、起きたか。パーン。これでよし。絶対に弁償させる。飲み物。おい、起きろパンダ。まだ寝たいよ。これオレンジジュース。起きてすぐに飲み物を飲めば胃腸が刺激されて目が覚める。特に水や柑橘系のジュースがおすすめだ。おかわり。わかった。パンダ持ってきたぞ。おい起きろ。おかわりだ。飲んで早く起きろ。おかわり。よく飲むな。なっ。頭からかけられたいか。トイレに行く習慣。ねえ、ペンギンがいっぱいジュースを飲ませてくるからトイレに行きたくなってきた。おかわりを求めたのはお前だがな。まあでも朝起きてトイレに行く習慣をつけるのもいいぞ。そうなの？トイレまで歩けば脳に血液が回って起きやすくなる。そうなんだ。漏れちゃう。ついでに顔も洗ってこい。ああ、しばらく経っても戻ってこない。あいつまさか。予想通りだった。そこまでして起きたくないか。 SNS。 スマホを持て。何？起きてすぐに SNS を見るのも効果があるかもしれない。どうして？スマホの光で目を覚まし、情報を入れることで脳を起こす方法だ。目が覚めてきた。 SNS 好きなパンダにはこの方法がいいみたいだな。これなら起きられそうだよ。やれやれ、やっとか。先に会社に行ってていいよ。準備して僕も行くから。わかった。それじゃな。パンダはまた寝坊か。起こしに行けと言っただろう。いや、確かに俺は起こしたぞ。じゃあなぜ来ないんだ。もう一度行ってこい。くそ。おい、いつまで見てるんだ。あれ、もうこんな時間か。 SNS を見てるとついつい時間を忘れちゃうんだよね。
パーン。レム睡眠とノンレム睡眠。朝すっきり起きるためには睡眠の質も重要だぞ。レム睡眠、ノンレム睡眠ってやつ？名前だけ知ってる。ああ、90分サイクルで寝るとすっきり起きられるらしい。じゃあ今日はそれを試してみるね。おやすみなさい。翌朝。おい、起きろ。あと90分。いや、180分だけ寝かせて。そんな豪快な寝だり方許されるか。ストレスをためない。何やってもダメだね。どうしてかな。ほぼお前の意識の問題だと思うが。そんなことないよ。どうしようもない原因があるはず。強いてあげるとしたらストレスかもしれない。睡眠の質を下げてしまうからな。あ、絶対それだ。起きてすぐ行く場所が某企画じゃストレスもたまるでしょ。そうか、なら俺と一緒に会社で寝れば問題ないんじゃないか。ブラックすぎない？まあもういい。お前が寝坊しようとしまいと仕事には関係ないし。毎日起こしに来てくれたのに。上司がうるさいから仕方なく起こしていただけだ。上司。そうだよ、上司より先に出社すれば寝坊扱いされないじゃん。うん、ペンギン、もう明日は起こしに来なくていいから。本当に大丈夫なんだな。うん。あ、はいよー。なんだ、今何時だと思ってる。しっかり寝坊してるじゃないか。でもまだ上司も来てないでしょ。あ、そういえばやけに静かなのはそのせいだったか。ほら、だからセーフだよ。パンダ、お前何かしたのか。上司はね、一生起きられないんだよ。は？数時間前。しまった、寝坊した。起きなければ。なんじゃこりゃ。起き上がれない、動けない。誰か俺を起こしてくれ。上司は某企画に出社することはなかった。掛け布団と敷布団の中間の生命体となり、永遠に睡眠を貪るのだ。そして起きたいと思っても起きれないので、そのうち上司は考えるのをやめた。僕が本気を出せばコンマ 0.1 秒で出世できるよ。ペンギンなんて一瞬で追い抜いちゃうんだからね。それじゃ今すぐ本気出してどうぞ。次回、出世するやつとしないやつの特徴。今日はちょっとあれがそれだから明日から本気出す。一生出世しないわこいつ。ここだぞ。マジかよ、でっけー。興奮してきた。人がいっぱいいますね。なんだか緊張してきました。ついに私たちも初めてのポップアップストア開催だ。夏だ、海だ、クロットアニメだ。なんと俺たちのポップアップストアが開催決定だ。開催期間は8月6日金曜日から8月15日日曜日まで。開催場所は渋谷モディの7階イベントスペースです。ストアでは限定の書き下ろしイラストを使用したグッズを販売するぜ。水着姿の俺たちをゲットできるぞ。何ですかその言い方は。グッズの通販も実施予定ですよ。詳細は概要欄をチェックしてくださいね。がっぽり稼いで全部私の儲けにしましょう。おい、聞こえてんぞ。俺たちのキャラパネルや展示物もあるから楽しみにしてくれよな。今後のポップアップに関するお知らせはプロットストア公式ツイッターをチェックしてください。みんな遊びに来てくれ、待ってるぞ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。